学研電子ブロック EX150 ブロックの一部、最上域種 EX181 に同梱されたシンセサイザーユニット電子ブロックとは、電子ブロック機器製造が製造、販売している電子回路の実習用教材製品。電子ブロック機器製造と、後に業務提携した学習研究者が、かつて発売していた電子実験をするおもちゃ。両者とも、 電子回路の初期教育用として使われていたが、1990年頃には、より汎用性の高い類似のソルダーレスブレッドボードに置き換わっている。本校では校舎を中心に記述する。あらかじめ電子部品や配線が組み込まれたブロックを並べることで、電子回路を組んで実験が行える、電子玩具。初期には、造形色のブロックを並べていく。 DR シリーズと半透明なブロックとピンを挿して配線していく、レン版電子ボードの SR シリーズを発売し、ブームを呼んだ。その後、商品はブロックの抜き差しが小さな子供でも容易な ST シリーズへ改良された。学研との業務提携後に ST シリーズをさらに改良し、よりファッショナブルになった EX シリーズでブームは最盛期を迎え、上位機種 EX150 では、 150の電子実験を行えた。なお、EX シリーズの最上位機種は EX150 にシンセサイザーユニットを同梱して31の回路図を追加した EX181 であり、さらに FM ユニットが追加で販売されているので、回路図の数は計191回路となる。1981年に発売された FX シリーズを最後に一旦生産が打ち切られた。 FX シリーズには、基礎回路65マイコン回路100の FX、マイコン R-165 と、基礎回路65、サウンドクロック回路80の FX メロディウォッチが存在する。マイコン回路100は、回路の組み換えはなく、マイコンユニットのプログラムが100種類用意されたもので、ある。マイコンユニット、クロックユニット。 サウンドブロックがそれぞれ別途販売されていたので、セットに付属しないユニットを買い足すと、基礎回路65マイコン回路100、サウンドクロック回路80の合計245回路の実験ができた。2002年に EX150 の復刻版が発売され、さらにその復刻版オリジナル拡張キットとして、拡張キット号実験60が発売された。EX シリーズは、 A4 程度の大きさの本体に48の差見口がある。46のブロックには14種類の抵抗器、2種類のダイオード、8種類のコンデンサ、2種類のトランジスタ、5種類の配線専用ブロック、およびコイル、ランプ、トランス、キースイッチが含まれる。これらのブロックを48の差し込み口に差し込み、回路を形成する。作成できる回路には水位放置器、 嘘発見器、明るくなるとなるフォトラジオなどがある。2009年6月には、大人の科学マガジンボリューム24の付録として、FX マイコン R-165 のマイコンユニットを再現し外部入力を省略した4ビットマイコン GMC-4 が発売された。2011年11月には、大人の科学マガジンボリューム32の付録として、電子ブロックミニが発売された。 ブロックは EX シリーズと同じ大きさで互換があり、午後イコール25個の電子ブロックと50種類の実験回路が組める、その他にこの電子ブロックミニを2組使うと回路や製品版 EX シリーズのブロックを追加してできる作例も紹介されている。類似品としてドイツのブラウンがドイツ国内で発売していたレクトロンという商品がある。ありがとうございます。